ね、お待たせいたしました。スペシャルゲスト、長崎発アイドルグループミルクセーキの登場です。拍手でお迎えください。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうちょっとどうぞ前の方、はい、に来てくださいよ。お客さん方も取ってくるわけではないから大丈夫。ありがとうございます。今日のまた衣装が可愛らしい。ありがとうございます。セーラー服みたいなですね、うん、はい、青色に赤い大きなリボンがついてキラキラ眩しいですね。ありがとうございます。ちょっと緊張してます。じゃあミルクセーキの皆さん、はい、自己紹介をお願いしましょうか。はい、はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。私たちがせーのミルクセーキです。よろしくお願いします。私たちミルクセーキは長崎名物のミルクセーキのように地元の皆さんに愛されながら毎週末全国各地で活動させていただいています。それでは自己紹介に行きたいと思います。はい、ミルキーナンバー12番ゆです。よろしくお願いします。あゆはい、ミルキーナンバー6番サキティこと矢沢咲です。よろしくお願いします。サキティ。はい、ミルキーナンバー11番あやのんこと宇佐美あやのです。よろしくお願いします。あやのん。はい、ミルキーナンバー10番ピオこと葉月ひなのです。よろしくお願いします。ピオ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミルキーナンバー48番栗原由美です。由美さん。はい、よっ、いやみんな優しい。ダメっていうね、お父さんみたいそりゃ泣かそうって言ってされましたけど。厳しいですね。いやでもやっぱり相変わらず可愛くてね、キラ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 してるんですけども、今日でも暑いね。はい、びっくりしました。暑いですね。日差しがすごい、いい感じ。いい感じ。ここの、出島ワーフは長崎の中でもね、すごく景色のいいスポット、はい、みんなもよくご存知ですね。はい、はい、私たちセイットっていう曲のプロモーションビデオをちょうどこの出島ワーフで撮らせていただいたので、ものすごく私たちにとっても大切な場所です。思い出の場所ですね。はい、はい、普段来ることもありますか？そうですね、この辺りによく行くお店があってお散歩したりとかもしてます。ここは歩くとそれだけでも気持ちがいいものね。いい、はい、本当におすすめの、ね、スポット。ミルクセーキの皆さん4人ご登場です。最近はどういった活動が主になってますか？ミルクセーキ毎週末全国各地で活動させていただいているんですが、大きなイベントでいうと去年の夏に東京アイドルフェスティバルという世界最大級のアイドルイベントに出演させていただいたり、はい、で先月は名古屋で結構大きなイベントに出演させていただきました。すごいね。すごいですね。大きく広がってきてますね。はい、どん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 世界に飛び出していってほしいなと思いますね。多分あちらこちらでね、その持って帰ってくる課題であるとか発見とかもたくさんあるんだろうと思うんですけど、少しずつ大きくなってますから、その力を今日ね、はい、皆さんにも聞いていただきましょうね。はい、はい、それでは1曲お願いしましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。それでは聞いてください、デジマラプソディ。
ございました。いやー、今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。元気いっぱいだ。今も可愛いよっていう声援もあった。曲中もすごかったね。ありがたいですね。息上がるね、こんな暑いとね。ね、ありがとうございました。皆さんこの後、はい、あの NBC のブースの方で、はいはい、物販を、はい、そうですね、はい、この後物販ブースの方で、あの私たちの CD とリストバンドなど T シャツ着てる方もいらっしゃるんですけど、 T シャツなどですね、あのいろんなものを販売しておりまして、交流会もあります。その中でですね、あの東北大震災や熊本地震の義援金も、あの募金箱を設置しておりますので、皆さんご協力をどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ミルクセーキの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手を。